皆さんこんばんは、今日はですね、京セラドーム大阪で行われました日本シリーズの第1戦をお伝えしていきます。今日はですね、フジテレビ系列で解説をやらせていただきました片岡敦史と、そして松坂大輔君と、この3人でですね、解説をさせていただきまして、先発はですね、オリックスが山本由伸、そして、ヤクルトが奥川泰信というね、まあ、この2人の投げ合いなので、もうなかなか点が入らないだろうなと、そういうふうに予測をしておりましたけれども、案の定やっぱり前半はですね、5回まで0対0もうね、素晴らしい投手戦だったですね。まあ、ランナーは両チームともに出しましたけれども、ここというところはですね、やはり抑えていくというところが、まあ、この両投手の素晴らしさというところでですね、まあ、その、ゲームをですね、ちょっとホワイトボードを見ながら皆さんにご説明していきたいと思います。はい、このようになりましたね。はい、まず1回から5回まで、これはですね、本当にランナーはちょこちょこ出すんですけれども、なかなか点にならないというのが続きますね。今日はですね、山本由伸投手は6回まで投げましたね。この6回で1点取られますけれども、6回まで投げて、112球、5安打9奪三振、そして、2四球1失点ということでね、まあ、いいピッチングはしたんですが、奥川投手がですね、これ1点も取られてないっていう。奥川投手は7回まで投げました。7回に1点これ取られるんですけれども、まあ、6回まではゼロに抑えているということで、ここまではですね、勝ち投手の権利があるっていう状況が続いたわけですよね。まずこの6回表の1点、どういうふうに入ったかって言いますとですね、珍しく先頭打者の山田をフォアボールで歩かせます。4番の村上を三振、そしてサンタナにまたフォアボール、山本投手らしからぬピッチング内容でしたね。1塁となったところで、中村ワンボールからのまっすぐをですね、低め、センター前にタイムリーヒット、これがヤクルトの先制点になりました。もしかするとこの1点で、ゲームを決めてしまうのかなっていうぐらいの、奥川君のピッチング内容だったんですが、7回の裏、ここでですね、代打のモヤにワンアウトから、外から入ったスライダー、ちょっと高かったですね。これを一発で、ライトスタンド、右中間方面でしたけれども、そこに、ホームランされて、あっという間に1対1ということになりましたね。オリックスの方は7回、ここはですね、吉田亮投手、1本ヒットは打たれましたけれども、しのぎました。そして1対1になった後の8回でしたね。ここでヒギンズが3番手で出てきたんですが、このヒギンズが悪かったですね。まず先頭打者の山田に2ストライク追い込んだ後、変化球でしたね。これをレフト前にヒット。そして4番の村上。村上大したもんでした、これね。追い込まれた後でしたね。ワンボール2ストライク。その追い込まれた後のまっすぐ来た時もですね、振り遅れのファウルをしてたんですよね。あのストレートに対しての振り遅れ方を見るとですね、やはり変化球を待ってるんじゃないのかなっていうのを感じた、ファウルだったんですよね。そこで、投げてきたのがですね、フォークボールでした。ちょっと外寄りのフォークボールだったんですが、この変化球に対してはですね、村上がアジャストしましたね。ビシッと、まあ捉えた打球はですね、センターフェンス直撃ぐらいなのかなと思ったのがですね、スタンドイン。やはりこの辺りがやはりホームランバッターの打球ですね。やっぱり飛距離がちょっと違う、そういうものを感じさせる、ツーランホームランでした。まあこれで今日のゲームはこれ決まりかな。3対1、ね、で8回清水で行くでしょうし、9回マクガフ、もう決まりじゃないのかなと思ったんですが、この清水も2アウトを取った後にですね、ヒットを打たれてフォアボールを与えて、そしてまあ最後はラベロ、フルカウントから外のまっすぐ、見逃しの三振を取ったんですが、32球費やしてやっとこの回を終えたというね、まあ、かなり苦労したイニングでした。そして、ここからでした。ここから物語は始まるって言ってもいいかもしれませんね。まず9回の表、ここをですね、オリックスの方は4番手の比嘉、この比嘉投手がですね、三者凡退に抑えるんですね。塩見、青木、山田、これをですね、ライトフライ、そして三振三振と、
を 3人で抑えたな、まあでも2点差はちょっと返せないのかなっていうような気持ちで見てはおりましたけれども、この9回の表の三者凡退、これは非常に大きなイニングになったなという気がしましたね。そしてその9回の裏です。物語が起きましたね。ここで出てきたマクガフがまず先頭打者の紅林にですね、フルカウント 3-2 から外のまっすぐをライト前にヒット。やはりこういう劣勢のチームがもし追いつく、あるいは逆転するためにはですね、先頭打者が塁に出るか出ないかっていうのがですね、大体決めていくなという気がするんですよね。ここでもし先頭打者がアウトになったら、もうこのゲームは多分すんなりヤクルトが勝ってたと思うんですが、この先頭打者紅林がライト前にヒットしたことによって、もしかすると何か起きるかもしれないなと、そういうものを感じさせる先頭打者ヒットということでした。そしてここで出てきたのがアダム・ジョーンズ代打。アダム・ジョーンズの代打率はですね、今年4割を超えてるっていうところで、1打席に集中する彼のバッティングっていうのはですね、かなりレベルの高いものがありますよね。ここもですね、追い込まれるところまでは空振りで、ワンボールツーストライク、すぐにこう追い込まれたんですが、そこから粘りましたね。ボール、ファウル。そして最後は外のボールで、結局ノーアウト1、2塁ということになりましたね。まあ、こうなるとですね、さすがの中嶋監督もですね、クライマックスで見せた強攻策にはいかないだろう、ね、やっぱりここは送りバントを使うだろうなと思っておりました。1番福田、案の定ワンボールから送りバントをしたんですが、これを、ピッチャーのマクガフがですね、三塁送球、まあ、タイミングはアウトでしたけれども、これをですね、サードの村上、グラブには当てたんですけれども落球、まあ、ピッチャーのフィルダースチョイスという判定でですね、ノーアウト満塁ということになりました。そして、2番の宗、まあ、宗という選手はですね、僕が見ててやっぱりここっていう時に、ね、勝負強いところを何とか見せてます。だからここも宗もしかすると何かやってくれるんかなっていうようなところだったんですが、ワンボールツーストライクと追い込まれた後のフォークボール、これをですね、センター前に2点タイムリーを打って3対3という状況になりました。そしてまだノーアウト1、2塁マクガフまだ1つもアウトが取れてない、その中で3番吉田正尚を迎えて初球また甘くいってしまいましたね。まあやっぱり外国人ピッチャー、こういうところでボールを投げようかなんていう気持ちはもう全くないんですね。もう初球にドーンとまっすぐ行って、それをセンターオーバー、まあ、前進守備のセンターの頭を越す、サヨナラヒットとなって、結局は、オリックスがですね、4対3でヤクルトに勝ったというゲームになってしまいましたね。まあ、ヤクルトはこれね、もし、このゲームを取ってればですね、先発山本の時に勝てる、そうなればですね、本当に日本シリーズここも、制するかもしれないなと、そういうふうに僕は見てました。オリックスサイドからするとですね、山本由伸が投げる2試合、ここはですね、もう必ず勝ちたい、そういう気持ちで、山本のゲームは見てるはずなんですが、ここでやられるとですね、ちょっと苦しかったんですけれども、結局最後打っちゃったということでね、山本が投げるゲーム、山本投手が勝ちではなかったです。9回を投げた比嘉投手が勝ち投手にはなりましたけれども、結局勝ちゲームにしてしまったというね、まあ、マクガフがこの9回一つもアウトを取れずに3失点して逆転負けということになったわけですね。この一戦はやはりこの日本シリーズの中で非常に大きな意味を持つゲームになるのかもしれないなという感じがしましたね。ホームランは村上のね、このツーラン、これで決まらないといけないですよ、ヤクルトはね。そして、オリックスの方はもや、これが同点のホームランでしたね、7回裏。こういう2本のホームランが出てます。まあ、あの MVP はこうしました、胸、同点のタイムリー、そして最後のサヨナラヒットを打った吉田正尚というところで、2人の選手を MVP というふうにしました。明日は予告先発ではないんですけれども、多分オリックスの方は宮城、ヤクルトの方は高橋奎二というふうに、なると思います。
まあ、なんでかというと宮城のご両親も明日来そうなことも聞きましたし、板野友美さんもなんか球場に来るような話を聞いておりますので、多分そうじゃないのかなというふうに、思っております。まあ、明日のゲーム、これでもう本当ヤクルトはもう負けられないなっていうゲームになってしまいましたね。あの宮城投手がクライマックスの時に投げてません。山本由伸が初戦投げて、2戦目は田島が来ましたよね。そして、3戦目に山崎総一郎が投げて、4戦目で宮城の予定だったんですね。そうなるとですね、やっぱり宮城の状態がちょっと悪いのかな。まあ、確かにペナントレースの後半ちょっとこう打たれる、あるいはちょっとコントロールが乱れる、そういうゲームが何試合か続きました。そういうところで中嶋監督がですね、クライマックスの時には2試合目には投げさせなかった、そういうことがあったんですが、この日本シリーズではですね、やっぱり2戦目に投げてくるというふうになりそうです。ということはね、この1戦目2戦目に投げるピッチャーっていうのは非常に大きな意味を持つんですね。っていうのは、先発ピッチャーでいうと3戦目4戦目5戦目、このここで投げるピッチャーは多分1試合しか投げないんですが、1戦目2戦目に投げるピッチャーは2回投げる。そういうことからするとですね、やっぱり2戦目のピッチャーが誰かっていうのは非常に、大きいポイントだったんですが、多分宮城ということは、もし7戦目があればまた宮城が来るんだろうなということになりましたね。はい、ということで、今日のゲームはですね、オリックスバファローズがヤクルトスワローズに4対3、9回裏に3点取って大逆転勝利をしたということになりましたね。はい、明日のゲーム、ヤクルトスワローズにとっては非常に大事なゲームになりました。また明日もじっくりと見ていきたいと思います。今日はこんなところです。失礼します。